デカチンちょうだいマングリーディーベンベンブンジンです。あ、どうもね、飛行機だよ。今日もね、生存確認の一環としてね、 YouTube のチャンネル検索で出てくる意外な大物 YouTuber を紹介するよ。今回の投稿はこれ。 YouTube でアナルホジホジと入れてチャンネル検索すると、あの人が出てきます。一体誰なんだろうね、アナルホジオくんは。でもまあ、ヒコカツも女性から肛門が痛くなるまでごっそりほじくられるのは好きだよ。つい昨日もお店でねって言わせんなや。じゃあ早速やってみるよ。 YouTube の検索欄にアナルホジホジと入れて、そしてこのチャンネル検索ボタンを押すと、はじめ社長、なぜアナルホジホジでご丁寧なことに社長のサブチャンネルまで出てくんだよ。肛門ほじくってるような動画は出してないはずだろう、社長はよ。ほんとおかしいだろ、 YouTube の検索システム。他にもね、この際だからね、社長だけがチャンネル検索で出てくるキーワードがあるので、それを教えておくね。それはこれ、もやしみたいなチンコ。細長いのかな、でも長くて羨ましいね。他にも大きなチンポ。さっきはもやしって言っておきながら、どっちなんだよ、もやしなのか大きいのかよ、はっきりしろよ。うまいチンポ棒。うまい棒のアダルト版みたいな言い方しやがってよ。受け狙いでバレンタインデーに下品な女がこれプレゼントしそうだよね。感謝してください。社長はチコさんと同じで少しフェミニンなとこあんのか、これ。感謝してくださいって、まあヒコカツ的にも赤いコート選ぶくらいだから、ちょっとフェミニンなとこあるかもだけどね。以上、社長が出てくる検索キーワード紹介でした。みんなもね、試しに検索してみてね。この動画を撮ってる時はまあ社長一人しか出てこないキーワードなんだけど、この動画を出した後には YouTube 運営かあの会社のね、闇のホースによって検索しても一人だけ出てくる仕様にはならないようになってるからね。前回のやりまんの時がそうだったんだよね。そこはあしからず。そんだけ、そんだけ、これかなりの劇画タッチだね。悪の組織の筑後さんが借金苦に悩むヒコカツを恐喝してる感じがすごく出てるよね、絵からね。はぁーっていうため息が聞こえてきそうだな。ヒコカツからのお知らせだよ。家石田さんの LINE アットを作ったんで、ぜひ登録してみんなで動画を共有してね。